やっぱりハンマーは全てを解決する。町に戻ってきたところなのに悪かったな。いえいえ、みんなで協力して町のために戦う、なんだかちょっと楽しかったです。それじゃあ改めて依頼の件だけど、最後に書類にサインだけしてもらえる？はい、わかりました。うん、これで大丈夫。レスナ、お仕事お疲れ様。ありがとうございます。皆さんのご協力のおかげです。それでこれが報酬のお金だよ。こんなにもらっていいんでしょうか。さっきの討伐の分も上乗せされてるからな。レスナの頑張りの結果だよ。遠慮せず受け取っちゃって。こうやって依頼をこなしてお金をもらって一人前になるんですね。いい感じじゃん。この調子で錬金術師の道を駆け上がっていこうよ。さ、この後どうする？祝勝会でもしちゃう？いいね、楽しそう。デスナちゃんはこの後予定ある？あの実はウォートに来たらやりたいと思ってたことがあって。やりたいこと？錬金術を始めた頃よく読んでいた本の作者さんがウォートにいらっしゃるそうなんです。もしウォートに来たら一目会ってみたいと思っていて、ウォートに住んでいるなら探せば会えるかもって。へえ、なんか楽しそうだね。それじゃあ今から探しに行ってみようよ。そうですね、この世界の錬金術について何か聞けるかもしれませんし。あ、でも私たちがいたら邪魔かな。いえ、ただ会うあてが全然なくて無駄な時間になってしまうかも。そんなの気にしなくていいよ。こういうのは探す過程が楽しいんだから。ライザ先輩、ありがとうございます。実を言うと一人だと不安だったので、一緒に来てくださるととても心強いです。